皆様こんばんは、まいまいです。今回は卓上日めくり付箋カレンダー日めくり2025を紹介していきたいと思います。まず全柄紹介してから、こちらのね便利な使い方をアレンジ方法などねお伝えしていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。それではスタート。それでは早速見ていきましょう。こちらの日めくりなんですけども、どういった商品かというと、ちっちゃい日めくりカレンダーになっていまして、左から月火水木金土日の表示となっております。そして最大の特徴として付箋になっているので、めくった後剥がした後も再利用しやすい、そんな日めくりカレンダーとなっております。そしてもちろん365日すべての絵柄が変わる仕様になっています。そして日めくり2025なんですけども、柄が5種類出ていまして、こちらのすみっこ暮らしとのコラボ柄と猫ちゃんですね、そして写真の旅と花っていうタイプと、あと文房具柄ですね、そして最後に動物園&水族館っていう柄の5つとなっております。そして2025年の版はすべての日めくりにこういったミニ壁掛けカレンダー用台紙、もしくは情報満載のブックレットが付属しております。では一つ一つ柄を詳しく見ていこう。ではまず隅っこ暮らし、ここが落ち着くんですっていう柄を見ていきましょう。こちらは日めくりさんの初のキャラコラボということです。でカレンダー用の台紙がついております。でこんな感じで隅っこのキャラクターがかわいいなんかね並んでてめっちゃかわいいですね。で後ろ側にはこんな感じで、あのアレンジ方法とか特徴とかが書いてあります。では開けてみよう。はい、開けてみるとこんな感じで、組み立てるとこのような三角形になりまして、卓上カレンダーになります。そしてこちらがミニ壁掛けカレンダー用台紙ということで、こちらの付箋をめくった後にここに貼ってカレンダーにすることができるみたいです。貼ってみよう。はい、こんな感じで1週間分貼ってみました。でこのカレンダー用台紙はわかるかな、ちょっと点線がついていて、この枠内に収めて貼るっていうガイドがついております。で1週間分ですね、ぴったり収まるようになっています。そしてめくった後のすみっこちゃんのカレンダーがこちら、かわいい、かわいくないですか、めっちゃかわいい。なんかここはつながる柄になっていて、かわいい、かわいい。なのでこちらのカレンダー用台紙は付箋のね一時置き場としてもすごく便利かなって思いました。ちょっと使いたいタイミングがその時じゃなかった時にめくった後とりあえずここに貼っておけば後からでも使えるので、これすごく便利な台紙かなって思いました。では1ヶ月分貼ってみます。はい、1ヶ月分こんな感じで貼ってみました。こう貼るとめちゃめちゃ豪華な感じで圧巻ですね、かわいい。で日めくりの特徴として1週間ごとにね背景色が変化するので、週の変わり目が分かりやすくなっています。かわいいね。あんまり私自身すみっこちゃんに詳しくないんですけど、とんかつ知ってるぐらいなんですけど、めちゃめちゃかわいいですね。はい、こんな感じとなっております。なにこれかわいい、白くマシュマロって書いてある。はい、すみっこちゃんはこんな感じの柄です。でまあ全部めくると面白くないと思うので、ぜひぜひねすみっこちゃん好きな方はチェックしてみてください。では次、続きまして猫好きさん必見の猫柄ですね。こちらは福島真紀子さんが監修されています。でカレンダー用台紙がついてますね。では1ヶ月分貼ってみよう。はい、1ヶ月分貼ってみるとこんな感じになります。かわいい。こちらは SNS で募集した猫ちゃんたちのポーズをイラスト化したということです。そして売り上げの一部を保護猫活動のために支援金として活用するということです。かわいいね。
なんか季節感あっていいですよね。雪と猫ちゃんだったりとか、2月に入りそうになったら鬼さんとコラボしてたりとか、可愛いです。はい、猫ちゃん柄に関してはこんな感じです。では次、続きまして旅と花ですね。こちらは伊佐智美さんとのコラボで、美しい旅の風景や花の写真の日めくりとなっております。こちらも貼っていこう。はい、1ヶ月分貼ってきたので見ていきましょう。そう、さっき言い忘れてたんですけど、このカレンダー用台紙の表紙もね、すごくなんか素敵なんですよね。で、猫ちゃんの柄がこんな感じで、猫ちゃんのは可愛いですね。ピンクのチェックだったりとか、すみっこちゃんはこんな感じの表紙になっています。そしてこちらの旅と花の柄なんですけど、こんな感じになってます。で、他の柄はね、1週間ごとに背景の色が変わるんですけど、これは写真なので全部色が変わって、すごくカラフルでいいですね。鮮やかな写真になってます。アップにするとこんな感じで、めちゃめちゃ綺麗だなって思いました。すごい、これはすごく、めくるのが楽しいんじゃないでしょうか。はい、こんな感じです。で、付箋の糊なんですけども、だいたい全面についてまして、この下側だけめくりやすいように糊がついてないんですけども、あとはついてるのでペラペラしたりしない付箋となっております。旅と花はこんな感じ。次、続いて文房具柄です。こちらはウェブマガジンの毎日文房具とコラボということです。そして40社以上のメーカーさんや文房具関連イベントに協力してもらって、文房具が多数登場するカレンダーになってます。そしてこちらはブックレットが付属していまして、こちらにはジャンルごとに文房具に関する豆知識が書いてあるらしい。そして協力してくれたメーカーさんはこんな感じですね。はい、皆さんご存知の文房具メーカーさんかなと思います。で、イベントが紙博と文具女子博だって、すごいですね。ではこちらも貼ってきます。はい、では1ヶ月分貼ってきたので見ていきましょう。で、このブックレットなんですけど、なんかね、本みたいになっていて、こんな感じでね、ページ数とかも書いてあって、はじめに書くっていうカテゴリーでボールペンとかシャーペンとかの、ページがあって、そして記すとか計画するとか消すとか貼るとか、なんかいろんなジャンルのページがあります。で、日めくりについての説明とかも書いてあって、で、こんな感じでね、貼る位置が指定されてるんですよね。この日、2日、3日、4日って貼ってくださいみたいな感じでなってまして、コラムとかがね、書いてあるので、読み物としても楽しめるブックレットになっております。で、こちらが貼ってきたやつです。で、まずは書くっていうジャンルのページで、これはボールペンのページですね。で、これはサラサグランドで、自分が持ってる文房具がね、イラストになってたりして面白いです。はい、こんな感じ。商品のね、説明をしてくれてるので、多分文具好きさんは楽しんで読める本なんじゃないかと思います。ここはマスキングテープで、こっちはインクですね。で、万年筆のページに入っていくっていう感じになります。なんか再利用したいけど、ここにも貼っておきたいっていう、そんなちょっと迷っちゃいますね。で、こちらですね、文房具柄になります。では次、はい、では最後に紹介するのがこちらの動物園&水族館になります。こちらは動物園と水族館に実際に協力してもらってて、動物園16館、水族館4館に協力してもらって、飼育員さんならではのカットが見どころとなっています。そして売上の一部から動物園様、水族館様に生き物の飼育代を寄付いたしますということです。で、こちらもブックレットが付属しているんですが、これに貼っていくと、なんかその水族館とか動物園のガイドブックになるらしいので、早速開けて貼っていこう。はい、ではこちらのブックレットに貼ってきたので見ていきましょう。で、まずこちらのブックレットも
こんな感じで目次がついております。そして協力動物園水族館マップがこんな感じで載っております。皆さんのお近くの動物園や水族館はありますか？でこんな感じで貼っていくんですけども、こちらもね日付が指定してあって、そこの下に動物の説明とか名前とかが書いてあるっていう感じですね。貼っていくと図鑑みたいになって面白い。はい。でここに貼ってあるのが群馬サファリパークにいる動物さんです。こんな感じで、こちらは写真なので背景色が1週間ごとに変化するっていうタイプではないですね。でここかわいいカット集って書いてある、こちらは飼育員さんならではのかわいいカット、飼育員さんだから撮れたかわいいカット集のページになっています。かわいい、本当にこんな感じのハートになるんだね。かわいいへそ天なカワウソさんとかいてかわいいです。アリクイの赤ちゃんもかわいい。でこんな感じで続いていきまして、すみだ水族館だ。私地域的にすみだ水族館が一番近いかもしれない。2回か3回ぐらい行ったことあって、なんか行ったことある水族館とか載ってるの嬉しい気がしますね。そしてこちらのページが動物園水族館面白カット集ということで、ハシビロコウ、水草くわえて、ドヤ顔、ミーアキャット、ベンチ、横並び座り、チンアナゴ、喧嘩するんだ、面白いね。はい、オオカンガルー、だらけ、肩が姿勢がね、はい、こんな感じの飼育員さんならではの面白カット集が入ってます。これかわいい、鏡餅っぽい。はい、こんな感じになっておりまして、これをなんか作りながら水族館とか動物園に行くとさらに楽しめるような、そんなガイドブックになってます。なんかお子さんとかと貼っても楽しいのかなって思いました。動物園&水族館柄はこんな感じです。はい、ではここからはせっかくねこちらの日めくりが付箋になっているので、活用法など剥がした後ですね、めくった後にどんなアレンジができるかっていうのを紹介していきたいと思います。で私日めくりを数年前から愛用してて、2024年度版で使ってるのがこちらの柄なんですけど、実際使ってるものがあるのでそちらを紹介したいなと思います。私がよく使うのがこんな感じでですね、日記の日付にしたりとかしますね。これ M5 ですけど、 M5 に貼るとこんな感じのサイズ感になります。そして A6 サイズに貼ってみるとこんな感じです。日付が見やすいしね、アクセントにもなって、手帳デコのポイントにもなって、すごく可愛いですよね。はい、こんな感じで日記のワンポイントとして使うのもおすすめです。他にも、バレットジャーナルされてる方はバレットジャーナルの日付としても使えますね。で、1ページに1つ貼らなくても終わったところからまた貼れるので、付箋すごく便利だなって思います。で、あとは食品ですね。こちらにジャムがあるんですけども、ジャムとかに開封した日にペタッと貼ったりしても、いつ開けたっていうのが分かりやすくていいかなって思います。あとは作り置きした時にジップロックに貼ったりとか、お菓子の開封の袋に貼ったりとか、そういった使い方もできます。まあ私はノートに貼ることが多いんですけども、例えばこれバイブルサイズの手帳なんですが、こんな風に自分で簡単にウィークリーページを作ることもできます。なので一つあるとね、かなり便利でいろいろと使えますので、ぜひぜひチェックしてみてください。はい、というわけで日めくり2025の紹介は以上となります。で最後に価格について触れておきたいなと思うんですけども、日めくりをねずっと使われてる方は2025年度版からなんかすごい値上がりしたって残念に思われてる方もいらっしゃるかと思うんですが、まあいろんなところで値上げが起こってますが、日めくりさんもねいろんな事情で値上げせざるを得ないということらしいです。まあそれは非常に残念なことではあるんですが、1日あたりなんと約13円で使える、そ
そんな付箋となっておりますので、1個あるとねめちゃめちゃ便利なので、ぜひぜひ検討されてみてください。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。